はい、こんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆきです。はい、やってまいりましたPGA ゴルフデビュープログラム3回目のレッスン動画を振り返っていきたいと思います。はい、まあ、早速ね見ていく前に前に前にこれでも覚えてる？3日目は何やったかなとか。3日目にすごい言われたことは、うん、首って言われたのをすごい覚えてて。首ね。こう結構下だから 見ようって、うんうん、ボール見ようと思って下向きすぎたら、うん、すごい首がこうなってたらしくて、うん、あ、こういう風にね。そうなるよね。首って言われてヒュッて直すのが多分すごい言われてました。はいはいはい。見すぎてもね、はい、っていうやつだね、うん、一生懸命練習してるからね、はい、なんか上手に打ちたい。ちょっと力んじゃいました、ね、そうだよね、うん、じゃあちょっとその首の感じを確認していきましょうか。ね、寒そうだね。雨が降ってたもんね。パーソナル行っててトレーニング、はい、ここがスクワットでやられまくっていたいんですよ、ここもつるですね。そうだよ、前回のお皿だから。ちょっと物足りない感じがするか。はい、打った感じがしないです。ただインパクト当たるところが少し強くて、オッケー、いいじゃないですか。いい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 い感じ。ちっちゃくてもインパクト緩めないっていう。一発目あんな綺麗に大事なんですよね。ああ、動きをしたいけど。なるほど。そうそうそう。右足もね。この右足の動きはね、まあまあダサいから今のダメなやつですか？今の納得がいかんっつってあ、これダメなんですか？ちょっともうちょっとこう、そうそう、こうなるといいんだけど。あ、いい、いいね、いいね。あ、でも狙えてるね、はい、前回よりね。はい、そう、スクールだけだと忘れちゃうんで。そうですよね、自分でも合間に行った方が。自主練行かないと思って、はい、この辺にこうでしょうね、こう入るかなって。こっちも前グリップ、クラブフェイスがあって、ヘッドよりもクラブヘッドよりも手が前にあることハンドファーストと言います、はい、もうあのアイアン必ずこの形にしてください。この形で当たるからです、はいはい、この形でいきましょうか。構えがいいスイングになるので、はい、欲しい。いい構えがいいスイング。いい構えがいいスイング、うん、まずは構えと手で全然変わりますね。いいね、もう入りそうじゃん。本当ですか？網にね、うん、左足の対象。ちょっと整備してみましょう。そうそう、あ、いいですね。いいですか？バッチリ。バッチリ。皆さん。はい。あ、いや、いいです、いいです、いいです。今手前に当たっちゃいますか？そうですね。なんか今ダメだったところもうちょっと分かるようになってきました。うん。うまいね。いいよ。もうナイス。あ、もう綺麗ですね。体の使い方、はい、全傾斜。これ結構難しいかもね。そう、グラってなっちゃう。こっちでもね。こうですね。こっちはここまで。でも頭はまっすぐ。はい。体幹、胸のライン、こう。頭はまっすぐ。そうです。それちょっとやりましょうか。そう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 。そうです。上げた時も上げた時も頭がこうずれない。この後は上げる時はボールを見て。ボール見てる。はい。で、そうそう、そういうことです。そういうこと、そういうねじり方。はいはいはい。この体の使い方はゴルフ練習する時も。こうやってウォーミングアップ。先生見るとすごい綺麗だね、やっぱね。
はい、長くなったから買って変わりますからね。ということは、はい、ちょっと下がるということですか。あ、そうでしょうね。ここの距離感はそう、こうなるわけじゃないんで、やっぱりそうでしょうね、はい、緊張。いやいや、全然いいです。ミスしていいです。はい、ナイスナイスナイス、はい、いいです。構え、ボールとの距離感、まずもうそこが一番大事。ナイス、オッケー、いいですね。打ち終わったフィニッシュで1秒ぐらい止まっててもいいかも。ボールを見るみたいな感じで、はいはいはい、見てないよね。あ、見た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 。7番ウッド、フェアウェイウッド、フェアウェイウッドも打っちゃうんですね、はい、そうなんですよ。これは難しかったんじゃない。難しかったですね。え、うん、短い、長い、長いです。ち、大きい、はい、長いってことは長くて軽いから同じように振ってもスピードはこっちの方がつくと、うん、飛ぶ飛ぶ、はい、はい、女性の場合ドライバーって打ったらこれかこれ大体使うから、うん、うん、ゆきさん、だいぶこれ渡るような、今度こっちを渡ります。こっちを渡ります、はい、はい。長くなった分、ちょっと離れる。ここの距離感は一緒なんですよね、実は、うん。で、何が変わるかなっていうと、このシャフトの、あ、本当だ。これが変わるんです、この角度が。角度が、あんま角度曲がってないですもんね。うんうん、そうなんです。若干ハンドファーストぐらいであって、うん、こんなにはなりませんよ、うん、ってことです。そうですね、アイアンとかこんぐらいなんそうです。これが、ここだから、こうなるよ、うん、あるよ、はい、こう当たるよってことです。はい。おお、うまいね。当たるじゃん。すごい。おお。すごくない？すごいですか？うん。おお、すごい。前のスイングも良くなってきてますよ。まあ長い分ミート率が下がりますけど、はい、これ慣れると思うんですけど。あ、間違えた。いやいや、いいですよ。グリーンってなっちゃった。ここら辺打っちゃいました。はい、なんか右に行くようになりました。ちょっと振り遅れてる。うん。なんか右行っちゃうな。うん、こう行っちゃうとも右に行けてる。あ、なるほど。このグリップ。あ、本当だ。こう行く方はクラブが長くなるとこうなりやすいですよね、うん、すごい長いの想像すると分かるんですけど、はいはい、ちょっとでもこう振ると右なんで、もう下ろすときにはこうだ、ここの畳むことを意識してきてですから、これが今度早ければ早いほど今度左に行きますから、はい、ちょっと一回素振り、そうかそうか、はい、こう行って、そう、もうこう、そうですそうです、うんうん、こっちの曲げてるのをコックって言うんですね、はい、コック、うん、こっちはコックで、ほどけてまた畳むからリコックって言うんです、リコック、リコックすごい意識したんです、あ、はい、早ければ早いほどこっち行くから、はい、あー、いやいや、いいですよ、大体意識するとカクカクしてくるんで、オッケー、いいリコックですよね、今ね、いいリコックでした、ね、これリコックが遅いとずっと伸ばしちゃうと、はい、結構ね、そう、みんな伸ばしたがるんですよ、うん、確かに伸びるんですけど、ね、雑誌とかでそう載ってません、うん、はいはい、でもここインパクト終わってここフォローする、フォローって言うんですけど、はい、唯一伸びる場所ここなんです、唯一です、唯一ってことはその後曲がってなくちゃいけないから、うん、結構畳の方が大事です、うん、あ、いい感じ、いや、でもね、いいね、うん、まだ右にでも行っちゃいますよね、そうだね、いい感じ。今の超気持ちいい。せ、うん、おー。OK。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいね。じゃあ今週はこれで、今日はフェアウェイウッドをやったということで。フェアウェイウッド7番をやりました。はい。はい、今日、そうですね。次回フェアウェイウッドの、ちょっと長いやつ、4番とか5番とかあるので。これ7番をやりたい。これより長いんですか？ちょっと長い。へぇ。もうあの聞いてたんですよね、ちょっと忘れちゃった、続けていくと思うんで、ね、同じ反応してた、ちょっと長いフェアウェイとドライバーやりたいです、ついに、はい。
あとどこかでパッティングパターやりたい。あ、パターやりたい、うん、フェアウェイと7番聞いたよね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。忘れたの。忘れてないですけど、思い出しました。面白すぎです。同じようにコメントするというね、これを聞きながらやりたいですね。一緒だからね。まあ今日はね、うん、この後レッスン行くから、はい、パター練があるのかな。あるかもですね。ってことだよね。だからそのやりたい。でもドライバーもって言ってました、うんうん、あ、ドライバーもね。どれが一番好き？アイアンです。アイアンね。安定してきたので、うんうんうん、毎回やってるし、うんうんうん、安定してきたので、うんうんうん、は綺麗にいってくれるから楽しいし、うん、打ちっぱなしでもどうしても優先しちゃいます。あ、まあ、でもね、アイアン基本だから、うん、アイアンでいいと思う私は。うん、本当に本当に。私もだってフェアウェイウッドはぶっちゃけ1年前はほとんど使ってなかった。なんでですか？1年前、2年前かな、どっちだ。なので打てなくて、なんかラウンド中失敗しちゃうから、アイアンで回ってたから。へえ、そうなんですね。それでも、飛ぶから飛ぶ飛ぶ飛ぶ、ミス少ないし、まあ、基本はアイアンでいいと思います。うんうんうん、先週、うん、実家に帰ったんですけど、うん、その時にお父さんと打ちっぱなしに行きまして、うん、前より全然良くなったって言われて。おお、褒めてもらえた？褒めてもらいました。で、お父さんにもすごい指導してもらって、うんうんうん、でそれをお兄ちゃんも帰ってきたので動画見せたら、うん、前より全然いいって。お兄さんもゴルフするんだ。はい、なるほどね。家族みんなで褒めてもらえたので、うん、頑張ろうって。嬉しいね。帰った時にね、早くみんなでね。そう、だからお正月は家族ゴルフに、お兄ちゃんもお父さんも100は切るから、うんうんうん、私も100切り目指せって言われて、うんうんうん、ちょっと遠い目標ですけど、頑張ります。いやいやいや、もうこんだけ頑張ってたら、うん、いけますかね、うん、今年中に。今年中にはどうかな。どうかな。リアルな。リアルなやつ。頑張って100。あ、どうかな。全100ちょい。うんうん、頑張ります。はい。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お、言えた。YouTube のこれ ちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。